パが僕に言いました。一日の始まりの挨拶はきっと毎日を笑顔で過ごせる魔法のおまじないだ。ある日ママが僕に言いました。ご飯を食べる前の挨拶はそっと幸せを噛みしめるための魔法のスパイスだよ。言葉と言葉が巡り合ってこの世界を作り上げているから、おはようの数だけおやすみなさい、いただきますの数だけごちそうさま、いくつもの言葉が響き合っていくつもの言葉が生まれてるよ。パパが僕に言いました。喧嘩をした後の挨拶はいつでも誰かと仲良しでいられる魔法の合言葉さ。ある日ママが僕に言いました。お家に帰る時の挨拶は疲れた心に明かりを灯すような魔法のスイッチなのよ。言葉と言葉がすれ違って傷ついたり悲しむこともあるけど、ごめんねの数だけごめんなさい、ただいまの数だけおかえりなさい。何気ない言葉を重ね合って何気ない毎日作ってるよ。おやすみなさい、いただきますの数だけごちそうさま、